今日はマキさんやイタドリ、おこつ先輩が任務でいなくて、生徒の人数が少ないから、1、2年合同の授業なんだって。補助監督の眠い話を聞いていると、なんだか急にお腹が。ああ、これ、絶対にあいつだわ。毎月毎月やってきては、私のお腹を痛めつけるの。そう、セールちゃんよ。いつもは薬を飲んでいるんだけど、今日の朝はバタバタしていて、飲むのを忘れちゃったのよね。とにかく、授業の時間は半分を過ぎたし、ここは我慢するしかないわね。ああ、早く終われ。お腹痛い。遅刻してでも薬を飲んでおくんだった。でもまあ、授業が座学だっただけマシよね。体術だったら倒れてたわ。授業の時間はあと20分。それまでなんとか我慢しないと。今日はマキさんは任務でいないから、助けてくれる人もいないし。助けてマキさん。何度かノボルの様子がおかしいな。机に突っ伏してるから遠慮なくうにゃむりしてるなって思ったけど、お腹を抱えるようにしてるんだよな。もしかして腹でも痛いのか。でもそれなら普通に言えばいいのにな。もしかして言いにくいのか。だとしたら、はっ、トゲトゲ、高菜、明太子、ツナマヨ。大丈夫だよ、授業してくれてる補助監督、板書に夢中だし。っていうかトゲだって真面目にノート取ってるように見えるけど、ただ落書きしてるだけじゃん。高菜、ちょっとノバラかな。トゲ、俺に合わせてくれるか。ノバラ、鮭。お腹痛い、すごい痛い。何？おかか。どうしたんですかパンダ先輩。お腹が痛い、具体的に言うと胃が痛い。先輩、内臓ないですよね。心の中にある胃が痛い。それはもう心では。とにかくこれは医務室に行かなくては。明太子。ちょ、パンダ先輩、大丈夫なの？おお、野原、悪いんだけどさ、俺一人で歩けないからトゲと一緒に運んでくれるか。え、なんで私が？それなら釘先より俺が。うっふー、なんかすごい可愛くないウインクを飛ばされた。何かあるってことか。ここはパンダ先輩の言う通りにした方が良さそうだな。じゃあ釘先頼んだ。え、マジ？へえ、痛い痛い、中から綿が出る。ちょ、本当に大丈夫？今連れてってあげるから。鮭。おお、助かるぜ。何してるのかよくわからないが、つうか教室、俺と補助監督だけに。すみません、すぐ戻ってくると思うんで、授業の続きお願いします。製品が。おお、お腹痛い。本当に大丈夫なの？ほら、もう医務室着くわよ。っていうか私もお腹痛いんだけど、おまけに翔子さんに薬もらえるかな。っていうかパンダ先輩って医務室行ってもできることあんの？反転術式効かないわよね。もしかしてお腹裂いたりするの？確かに。おお、そうだぞ、翔子にお腹の綿を入れ替えてもらうんだ。普通にぬいぐるみの修繕屋にお願いしなさいよ。ツナマヨ。あれ、なんかお腹痛くなくなっちゃったな。え、なんだったんだろうな、不思議だな。はあ、これじゃ無駄足じゃない。まあまあ、いや、治ってよかったな。シャケ。じゃ、俺らは教室戻るけど、ノボラはちょっと医務室寄ってこいよ。え？顔色悪いぞ。補助監督にはうまいこと言っとくからな。え、ツナマヨ。お、言っちゃった。え、もしかしてパンダ先輩も犬巻先輩も私が生理痛で苦しんでたこと気づいてたの？それで連れてきてくれたってこと？何よ、いつもはいたずらコンビのくせにやるじゃない。もしかして伏黒も気を使ってくれたのかしら？まったく、うちの高専男子って意外と紳士的なところがあるのよね。ムカつくから言ってあげないけど、まあここは素直に感謝しないとね。翔子さん、お腹痛い。翌月。今月もやってきたわ、生理。
なんで今月はそんなに嬉しそうなのかって？実は今回やってみたいことがあるのよね。私結構生理痛がひどい方なんだけど、いつもは薬を飲めば治るの。でも先月うっかり飲み忘れて苦しんでたら、男子たちが気を使って助けてくれたのよね。だから今月はこの機会を使って、高専の男子たちに私が生理中だからって理由を使ってわがままを言ったら、どこまで言うことを聞いてくれるかをモニタリングしてみるわ。一体どんな紳士対応を見せてくれるのかしら。とりあえず伏黒に電話して。釘崎、どうした？伏黒、どうした？なんか苦しそうだぞ。お腹痛くて、ほら生理痛で。わかった、今部屋に行くから待ってろ。ありがとう。さすがね、全く動揺することもなく部屋に来てくれるみたい。さて、あとはパンダ先輩と犬巻先輩も同様の手口で呼び出して。数品が。ノーバラ、来たぞ。入っていいわよ。よー、ノーバラ、大丈夫か？明太子。大丈夫じゃない。俺だけじゃなくて、パンダ先輩と犬巻先輩にも助けを求めてるなんて、よっぽど苦しいんだな。かわいそうにな。なんか都合よく解釈してくれてるわね。そうなの、お腹痛くて。とりあえず医務室で湯たんぽをもらってきたぞ。頼んでないのに、さすが伏黒ね。あったたかい。他に何かしてほしいことあるか？温かいものが食べたいわ。犬巻先輩、何か作って。鮭。料理なら犬巻先輩が一番上手だな。俺たちはもう帰っても大丈夫か？やだ。やだって可愛いこと言うのな。生理って心細くなるの。だから部屋の中にいて。仕方ないな。何か会話でもしてれば気が紛れるか。あ、今週のジャンプまだ読んでなかった。伏黒、買ってきて。はあ、お前今寂しいから部屋にいてって言わなかったか？ジャンプは別。わかった、他に買ってきてほしいものは。ガルポス。あんたに聞いてません。スジペンが。買ってきたぞ。お疲れ。お疲れさん。なんかだいぶくつろいでますね。クイサキ、パンダ先輩のお腹で寝てるし。布団よりふかふかなのよ。あ、鍋を食べてたんですね。あれ、犬巻先輩とパンダ先輩も食べたんですか？おう、せっかくたくさん作ったからな。俺の分は。お、他か。まあいいです。釘崎、お腹はどうだ？さっきよりはマシになったわ。ならよかった。じゃあもう帰っても平気か？心細い。伏黒、退屈しのぎに一発芸やって。お前本当に体調悪いんだよな。ちょっと調子に乗りすぎたかしら。痛い、お腹痛い。大丈夫か？他か？悪い釘崎、病人を疑うなんてひどいことをしたな。ほら、他にしてほしいことは。じゃあ伏黒に重要なことを任せるわ。お、何でも言え。明日までの英語の課題やって。却下。なんで？お前まだやってなかったのかよ。一週間も猶予があったのに。今日やろうと思ってたのよ。でも急に生理痛が来て。痛い。そうだよな。それなら仕方ないよな。明太子。犬巻先輩はいいわ、成績悪いし。峠、どんまいだ。まさか課題までやってくれるなんて、これはありがたいわ。さすがに申し訳なさもあるけど、でもこれはモニタリングなんだし、限界が来るまでやらないと。伏黒、息苦しい。息苦しい？窓を開けるか。酸素が薄い。どうすればいい？全員二酸化炭素吸って酸素吐いて。無理だわ。うわ、お前言ってることむちゃくちゃだぞ。さすがに冗談よ。それより外に出たいわ。街に行きましょう。いや、家で安静にしていた方がいいんじゃないか。だって飽きちゃったんだもん。俺たちは構わないけど、釘崎、そんな様子で歩けるのか？パンダ先輩におぶってもらうから大丈夫。あれ？マジで？そもそも
俺が出かけるだけでいろいろ不便なんだけど、パンダだし。確かに、パンダ先輩って外に出るときどうしてるの？着ぐるみのふりだな。なるほど。じゃ、パンダ先輩、安全運転で頼むわよ。渋谷までレッツゴー。渋谷行くの？俺、変な YouTuber とかに捕まらない？大丈夫、 YouTuber は意外といいやつが多い。フォローになってないって。数時間後。帰りたい。いや、目的のものも買えたし結構楽しかったわね。パンダ先輩、あと少し頑張ってください。辛いのは俺たちも一緒です。シャケシャケ。なんでお前たちが辛いんだよ。どう考えても誰よりも注目浴びてる俺が一番辛いわ。パンダの上に女の子背負ってるんだぞ。その横を歩く俺たちだって注目されますよ。みんな私のスタイルの良さに目を奪われてるわね。女背負ってるパンダと大量のショッピングバッグ抱えた男に目を奪われてるんだと思う。シャッケ。そんなに帰りたいなら分かったわよ。買いたいものは買えたし、そろそろ帰る。耳元で叫ばないでくれ。ちょ、下ろして下ろして。え、大丈夫か。これずっと探してた韓国コスメ。このコスメあんまりお店に置いてないのに。このお店なんてお店、結構いいもの置いてるじゃない。おい釘崎、あんまり動くと体に触るぞ。いや、っていうか普通に元気じゃね。あ、たかな。ああ、まさかだよな。まさか仮病だったなんてことはないよな。あはは、ないない。じーごめんなさい。はあ、なんだか途中から変だと思ったけど、お前な、人の優しさをなんだと思ってんだ。ごめんってば。あんたたちがあまりにも優しすぎるから、どこまでわがまま聞いてくれるのか気になっちゃったっていうか。たく。ごめんってば。許してよ、犬巻先輩。ツナ。本当？明太子。え。いいの。お詫びにスタバおごってもらおうぜ。ち、そうきたか。伏黒、あんたはただで許してくれるわよね。スターバックスコーヒー。せめてフラペチーノ飲めよ。ああ、仕方ない。やったー。3人で1個だからね。翌月。今月も来たわね、セイリちゃん。しかもなんか今月は薬飲んでも痛いんですけど。お腹すいた。でも立ち上がって動くの辛いし、犬巻先輩や伏黒に助けてほしいけど、先月散々遊んじゃったから信じてくれないだろうしな。仕方ない、空腹は我慢してとにかく寝てようかしら。釘崎、入るぞ。伏黒？釘崎、大丈夫か。ちょっと、まだ入っていいって言ってないんですけど。あれ、パンダ先輩と犬巻先輩もいる。よっ。ツナ。っていうかあんたたち何しに来たのよ。体調悪いんだろ。え、たまになら嘘ついてもいいから、本当に辛い時は俺たちを頼れ。そうだぞ。シャケ。あんたたち、そんなに使われたいなら仕方ないわね。早速伏黒、ジャンプ買ってきて。寝てろ。その後、ご飯を作ったり話をしてくれたり、すごい親切にしてくれたわ。先月あんなにわがままを言ったのに疑うこともなく助けてくれたの。モニタリングの結果？そうね、うちの男子たちはどんなわがままを言っても優しく受け止めてくれるかしらね。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。